始まりでーすと、今回ですね、皆さんにご紹介した本ですけどね、これです。もう知ってる人はいるし、まあ、ドラマにもなりましたし、映画にもなってるのかな。なんかテレビドラマはなんかビートたけしさんが出てたかな、たけしさんも出てたかなという感じですけど、点と線というね、点と線、松本清張先生、なんかこれ清張と読むっていう話もあったんですけど、まあ清張さんで有名なんで清張と私も呼んでますけどね。まあ九州小倉の出身なんですけど、この先生はまああのいろんなもうね、皆さん私が言うまでもなく超有名な作家ですので、はい、という感じでございますが、こう点と線ね、あのこれね、これ、ね、安いんですよ。180円、これね、文庫ここに書いてあります。180円とここに180円ね。でですね、その理由というのはね、これ昭和49年3月20日12冊目、つまり昭和46年に文庫版に落ちて発行してですね、たかだか3年間に12冊かかったって、ちゃんと大変売れましたっていう本なんですよ。この薄いしね、大変薄い本なんで、まあ、新潮文庫なんですけど120円。私これはあの当時買ったんじゃなくって、あの中古本のとこで買ったと思うんですよ、中古の本屋さんでね、ただそれもかなり前ですよ。いつか読んでやろうと思って買っておいたんですよね。まあ一応小説好きなもの、小説、まあ、とりあえず自分で書いてる人間として、昨日もまあ原稿用紙で2枚ぐらい書きましたけど、まあ、コツコツやってますけど、そういう人間としてはね、あのこういう、まあ、文豪と言える先生のものは読んでおかなきゃならないということをですね、まあ思いましてですね、買ったわけです、ね。で、中身はと言いますとね、まあ、大変に面白い。なんでこんな面白いものを、この年齢まで、ね、あらかんまで読まなかったのかっていう。非常に疑問なんですけど、まあ、一つは、大衆文学、エンターテイメント文学というものをですね、どっか私は軽んじてたんですよ。見立てが甘かったんですよね、人間として。あの、小説好きな人間としては。本好きな人間としては。まあ、清張さんが面白いことは、まあ、なんといろんなね、三浦淳先生のなんか動画を見たりとか、いいなと思ったりとか、本もありましたね、清張先生の特集みたいな本があって、それムック本ですけど読んでいいなと思って、この松本先生のですね、私読んだのはあの自伝を読んだんですよ。小倉にいた頃の話とか、朝日新聞社の広告の図案書きみたいなことをやってて、九州支店かな、福岡支店かな、ほんでちょっともまあ要するに正社員じゃないわけですよ。正社員なのかな、だけど図案書きっていうのはまたね、あの花形の新聞社とか主流の人間とは違って、まああの暴流のまた暴流ですからね。まあ一生懸命やってみる人も今でも見えると思うが、今はそんな仕事ないのかな、図案書き、広告を受けたらその広告に図案書いていくといった仕事は。で、清張先生もですね、かなり鬱屈した感じですよね。まあ図案書きで、で一生終わる人もいて、それに生きがいを持ってやる人もいるだろうけど、でもまあ俺はとにかくまあなんていうかな、こんなもんでは終わらないというか、生活に追われてね、子供4人いて、でまあなんかお父さんの借金もあったのかよくわかんないけど、その辺のところ、まあ生活も裕福でなかったんですよ。あのお父さんお母さんと一緒に住んでたのかな、だから合計8人かな、自分と奥さんと子供4人で6人で、あと自分の父親母親と、それをですね清張さん一人でですね
朝日の方のですね、食卓なのか知らないか分からないませんけど、そういう感じでは図案書きでなんとかやってたということです。で、あるここらで、これも私これから読みますけど、まあ一回読んだのかな、昔、学生時分読んだのかどうかが分かんないけど、芥川賞取ってですね、まああとはもう皆さんご存じたんですけどね。で、ここで裏のですね、まああの公害っていうか読んでみますと、九州博多付近の海岸で発生した一見完璧に近い動機づけを持つ心中事件、要するに男女の、まあ、恋の道行きで2人で死んだという事件の裏に潜む恐るべき関係、関係という字はですね、あの、まあ、ちょっと言いにくい、女編に干からびるの干すという字方ですね、あと計算の計、関係、汚職事件に絡んだ複雑な背景と殺害時刻に容疑者は北海道にいたという鉄壁のアルバイト前に立ちすくむ捜査陣、列車時刻表を駆使しリアルスティックな状況設定により推理小説家にいわゆる社会派的な新風をもたらし、空前の推理小説ブームを呼んだ作品ということです。まあ時刻表をね、例えば西村京太先生の、まあ、なんとかあのでな、なんとか本線みたいなのありますけど、私読んだことも何回かありますけど、まああれ系かなと思って、まあ要するに非常にこの国鉄とかね、当時国鉄だったんで、国鉄とかあるいは飛行機便とかね出てきますけど、まあ感想としてはですね、まあ当時やっぱり国鉄が主流でですね、今の JR になる前の国鉄ですので、国鉄が主流でそういうのをなんかな、こう時刻表でで東京の駅でね、あの非常にたくさんその列車が入り込んでくるんですよ、ホームに。何番線何番線、15番線とか13番線12番線、たまたまその心中をする2人が目撃されたということがあって、その時に何番のホームから13番だったかな、13番から15番かやったかな、とにかくそれが見通せたという、たった4分間だけということで、その時間の話とか、初めはですね、あのまあ九州のですね警察が出てきて、まあ心中事件の場所が九州なんで、そこのまあ何て言うかな、刑事、老刑事、年配刑事がその疑問に思ってね、で始まると、まああんまり言うとネタバレになるんで、まあ、簡単に言いますと、その、まあ、特急列車の食堂車があってですね、そこで何て言うのかな、心中の反対側の人たちだ、あの男だけかな、男だけがご飯食べたっていうことで疑問持ってね、そっから始まっていろんなまあこう捜査をしていたところに、そこで切り替わるんですよ、あの警視庁のですね警部補が本庁から、本庁というか警視庁から所轄のその九州のね警察署が来て、その刑事を、あの刑事とその出会っていろんな話をするというようなとこから始まってですね、いろいろあるわけです。でまた持って帰って、その事件は今度警視庁のその警部補、敏腕刑事、それの手になって、いろいろこう鉄壁のアリバイがいろいろいくつかあるんです。さっきあのこの公開でも書いてたように、北海道に当時犯人はいたっていうことが大体分かってくるんですよね、いろんな証拠で。ではそれをどう崩すかと、ちょっとえっと驚くような仕掛けがありまして、あ、それだったらなんとか間に合うなっていうのがあったりなんかして、そういう伏線がねいくつも張ってあるんですよ、この小説には。まあ、当時ですね、大変にこの今ではまあ普通のミステリーみたいな感じ、サスペンスとかミステリーとか推理小説みたいな感じなんだけど、当時は画期的だったんですよね、こういうのが。その
時刻表みたいなのを丹念に読み込んでいくようなそんな推理。うん、それから私がね、まあ、あまり推理って私ミステリーとか推理とか読まないので、本当はでもこれこのところにミステリー小説、推理小説、あるいはサスペンス小説、この辺にすごいなんか宝物が埋まってるような感じが私今最近してるんですけど、すごくといって私は書けるような私今力がないんで、全然そんな実力もないし、といって純文学が書けるほどの実力もないんで、今のところまあ最高がまあ群像新人賞のまあ第一次予選通過ぐらいなところで終わってるんですけど、両方ともまあ結構難しい、まあ、昨日芥川賞直木賞の発表がありました。私にとってはまあすごいなと思いながら、へえよかったねと思って見てたんですけど、なんていうのかな、非常にですね、この清張先生の、行間にね、この作品のですね、まあ、薄っぺらい作品、薄いんですけど、行間にですね、こう下積みの人の苦しみとか、そういうのが載ってるんですよ、心情というのが。本人がまあ下積み長かったせいかとも思うんですけど、そういうのがね随分感じられる。例えばここではまあ、某まるまる賞の課長補佐の人が心中するんですけど、課長補佐というのは要するにノンキャリ組の一番そのどん詰まりのところでね、であとはもう上級公務員試験通った人間、大学卒業、いい大学一流卒業してきて、国家公務員上級試験っていうのが通ってきて、で丸々賞に入るというような人たちに比べたら、もうその頭打ちになってるんですよ、うん、高卒で入ったりとか、当時高卒、昔高卒はあったと思うんだけど、国家公務員試験の向こうで家庭は大卒、まあ、同じ大卒同士でもですね、国家公務員上級試験通ったようなそのまあ、一般的な中級試験とか上級試験とか取った人とはまあ全然違ってくるんです、コースが、まあ、いわゆる上級国民になれるんですよ、上級試験取ってる人間は、まあ、定年後もね、いろんなこう美味しい1年ぐらいで回って退職金もらいながら数千万1億何千万っていう、そういう65ぐらいまでちょん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 あちょこち行ったっていうか、そういうことがあるんですけど、そういうのもね、そのキャリアじゃないノンキャリアの人のなんかそういうつけ込まれたような心情とかね、上の方の人にこういうのも載ってるんですよ。あるいは女中さんとかね、まあ、今は女中って言いませんけど、まあ、中井さんか料亭のとかというような人も結構出てきますし、から刑事、九州の刑事、要するに警部補にもならずに巡査長かな、うん、巡査部長っていうのは巡査部長警部補だから、巡査長ってのあるんですよね、警部補とその巡査の間に、どこにもそんな巡査部長の試験取らなかった人を、まあ、巡査長ってことにするんですけど、まあここには書いてませんけど、まあ警部補と書いてないもんで、警部補はちゃんと何とか警部補って書いてあるんですよ、これ。だから、おそらく巡査部長か巡査長ぐらいで終わりかけの、その、老年のベテラン刑事の、その、なんていうかな、家帰っての奥さんとの感じとか、ご飯食べてる時の感じとか、すごいね、なんかもう、にんでくるように、この、その、いいんですよ、すごく雰囲気がいいというか、私にはぴったりなんですよ、そう労働者階級のね、そういう話っていう、私自身が労働者階級の、まあ、末端に行ったので、すごくね分かるんですよね、そういう風情が、気持ちが、うん、だからまあちょっと話長引いたんで早めに走りますけど、そんなこんなで昭和のね、そういう独特の雰囲気も分かります、それは下積みの人のね、そういうのを、そういう中でこの社会派的というかな、社会派というか、推理をどんどん追っていく喜びじゃなくって、そういうものを織り交ぜながら、一級の推理でありながらも社会派的なですね、そういう底辺の人のそういうなんていうかな、その気持ちみたいな、
しみじみとしたものもあるし、こうなんか非常にこう乾燥したものもあるしということで、うん、だから非常なものがこの薄いところで全部詰まってるという本当素晴らしい作品です。だから私これからもですね、清張先生のものはですね、いつか読んだろうと思って、でそのいつかが今来たので、だいたい15、6冊は買ってあるんですよ。こうやってたまに文庫で見つけると買ってきてるんですよ。それは積んでくれ本棚に座って並んでますので、これから読んでみますよ。また皆さんもね、ご紹介しますので、ね、はい。で、ではまたね、次回ね、お会いしましょうね。